はい、どうもまさきです。はい、今回はね、皆様にご報告があってこの動画を回してます。はい、登山を始めたいけどやり方がわからない方や、まあ一人で登山に行くのが怖い方、あと登山仲間を増やしたい方や、みんなでワイワイ登りたい方のために、関西登山記サークルっていうサークルを立ち上げました。はい、参加資格なんですけども、集団で行動して登山ってことである程度体力を要しますので、16歳から、49歳までの方を対象として募集します。ほんで、まあ16歳から20歳までの方はね、保護者同伴で参加していただける方のみお願いします。あと49歳までってことなんですけども、49歳までにサークルに入られた方は50代でも、参加していただけるようにします。あとサークルポリシーっていうのがね、ホームページの方に書いてあるんですけど、それに同意していただける方、あと、そうですね、サークルに入り方なんですけども、ホームページの方に関西登山家サークルの公式 LINE アカウントっていうのを作ったんで、それのリンクがね貼ってあるんで、それをクリックして、まあ友達追加してもらったら、メンバーになったということになります。はい、あとはね、活動の様子ってことで、ブログも立ち上げたんですけどもね、それは顔写真とかは載せないで、皆さんの登山してる様子を後ろから撮ったりとか、山の雰囲気とか撮ったり、はい、まあサークルのね、こんな感じで活動してますよっていうのをブログに上げていけたらなと思ってます。はい、あとはね、LINE のオープンチャットっていうのを、それも関西登山家サークルっていうので検索してもらったら出ると思うんですけど、そこでね、まあ質問とか、雑談とかしていけたらなと思ってます。あと料金なんですけどもね、年会費とか、参加費とか月会費とか、そういうのはね一切なしで無料でやろうと思ってます。はい、イベントによってはそのロープウェイとかバスとか乗るかもしれないんですけどもね、それの分の、実費は皆さん各自で負担していただけるようにお願いします。はいはい、ホームページの方にね、イベントの、チケットを発行してるんですけど、それはね、まあ、無料のチケットなんですけどね、人数をね制限するためのチケットです。はい、それのチケットを取ってもらって、当日その集合場所に来てもらって、みんなで登山するっていう形にしたいと思います。それとあと、まだ立ち上げたばっかりなんで、こうした方がいいな、こうした方がいいなっていうのが出てくると思うんでね、ちょっとねその辺もいろいろ改良しながらやっていけたらなと思ってます。はい、というわけでね、今回は関西登山記サークルの立ち上げのお知らせでした。はい、みんなでねワイワイ登れることを楽しみにしてます。はい、それではね、ご視聴ありがとうございました。まさきでした。さよなら、待ってます。